EF レンズのマウント部キャノン EF マウントは、キャノンの一眼レフカメラ、EOS システムの根幹をなすレンズマウントである。EF マウントとも呼称する。1987年3月に発売された EOS650 以降、キャノンのレンズ交換式オートフォーカス一眼レフカメラに採用されているレンズマウント。EF は、エレクトロフォーカスを意味する。従前の FD マウントは、 スピゴット式であったが EF マウントでバイオネット式を採用した。マウントの内径は 54mm、フランジバックは 44mm となっている。機械寸法の点でも、情報伝達機構の点でも FD マウントとの互換性はない。移行期にはキャノンから FD コンバーターと称してレンズマウントコンバーターが市販されていたが、利用できるレンズは望遠系の一部であり露出制御は、 マニュアル化、実絞り優先 AE に限定された。発表された1987年の時点において、FI54mm というマウント径は 35mm、一眼レフカメラ用として最大であり、より明るいレンズを設計することが可能となった。当時の他の標準的なレンズマウントと異なっていたのは、完全電子マウントにより、オートフォーカス駆動用や絞り制御用モーターの、 レンズ内蔵を前提にしたことである。そのため、レンズとカメラボディ間に、レバーやプランジャーのような機械的な機構を用いた、結合が必要なく、レンズの制御に必要な電源と情報はすべて、電気接点を介して伝達される。これによって、マウントの仕組みを単純で耐久性の高いものにする。一方、搭載モーターをレンズの特性に合わせて最適化したものにすることで、 オートフォーカスの高速化に有利な展開が可能となった。すべてのレンズにモーターを内蔵する必要から、高コスト化が心配されたが起用に終わった。その後 EF マウント用レンズは発展し、現行で約60種、累計で約140種となっている。e f 1 3 5ト、mm、ル f 2ル u s m と EF24 から7 0ト、mm、ル f 2 8ル u s m L シリーズの L はラグジュアリーを意味し、プロの品質と呼ぶにふさわしい、画期的な描写性能と優れた操作性、体環境性、堅牢性を備えたキャノン EF レンズ L シリーズと謳われている。光学系には人工結晶のホタル石、検索非球面レンズ、UD レンズなどの特殊光学材料が採用されている。また主要部分にマグネシウム合金を採用するなど、 ビルドクオリティも確保されている。高速なオートフォーカス駆動、フルタイムマニュアルフォーカスや手ブレ補正機構、防塵防滴構造なども採用されているものが多く、価格も高めに設定されている。外観、デザインも差別化が図られている。L シリーズの共闘には、レッドのラインが刻まれている。また白レンズとも呼ばれているように望遠域のレンズでは、 共同がオフホワイトになっており、一見してそれとわかるような色になっている。夏の炎天下でレンズを使用し急激な温度上昇にさらされることのあるプロの使用を考慮したとされている。なお、EOS システム用交換レンズのみならず、コンパクトタイプのデジタルカメラにも L レンズを採用したモデルがある。キャノンプロフェッショナルサービスに入会する際、 国によっては最低でも何本かの現行を得るレンズなど、プロ用レンズとプロ用 EOS ボディを持っていることが条件になっている場合がある。d o レンズの d o はリフラクティブオプティックスの略で解説レンズのことである。キャノンでは解説工学素子と呼んでいる。光学ガラスを多く使わなくてはならず、従って重くなるレンズには d ゥ o レンズが用いられている。同じ焦点距離、 同じ F 値のレンズでは、ドゥーレンズを採用しなかった場合と比較して、レンズを小さく、軽くすることができる。加えて、ドゥーレンズは屈折レンズと組み合わせることで、色収差を補正することができる。しかしドゥーレンズはコストが高くなる傾向にあり、採用したレンズは、EEF400mmF4 ドゥーイズ USM と、その後継機 EF400mmF4 ドゥーイズ 2USM、 EF70 から 300mmF4.5 から5 6 d u i s USM の3本に限られている。DU レンズを採用したレンズは共同にグリーンのラインが刻まれていることで識別できる。UD とはウルトラローディスパーションのこと。低屈折、低分散特性を持った光学素材、低分散、異常分散性を備える。屈折率を揃えることで色に地味の少ない、 解像力の高い状態が実現できる。UD レンズを2枚使用することで、より精度が高いとされるホタルイシレンズの1枚に、匹敵する性能を持つという。1993年には、UD レンズの光学性能を大幅に向上させた、スーパー UD レンズも開発され、色収差の補正、レンズのコンパクト化を実現している。BR 素子という光学素材を開発し、 それを採用したモノ BR レンズと呼ぶ、色収差補正のレベルが高まり、解像力の向上に貢献した。2015年9月17日発売の EF35mmF1.24L2USM で初搭載。BR レンズとは、ブルースペクトラムリフレクティブオプティックスの略称で、BR 光学素子とは、ブルースペクトラムリフレクティブの略称。 レンズを斜めに傾けてピントの合う範囲を調整するティルト撮影とレンズを水平、垂直方向に傾けて歪みを矯正するシフト撮影が可能。1991年4月発売の TSE45mmF2.8 と TSE90mmF2.8 に初搭載 EF-S レンズ後端 VF-S レンズは 35mm フルサイズよりも小型な APS-C サイズのイメージセンサに最適化するよう開発した EF-S レンズテクノロジーを搭載したレンズである。EF-S の S はスモールイメージサークルの略である。EF-S レンズテクノロジーとは EF レンズよりもバックフォーカスを短縮化したショートバックフォーカスを採用しイメージサークルの大きさを APS-C サイズセンサー専用とすることにより、広角ズーム化とコンパクト化を両立させた技術である。しかしショートバックフォーカスの採用により、レンズ後端部がカメラボディ内に入り込むため、クイックリターンミラーが従来のサイズのままでは干渉する。この干渉を回避するため、APS-C サイズ用の小型クイックリターンミラーの搭載、レリーズ時のミラーアップに合わせて、 クイックリターンミラーを後方に対比させるミラースイングアップ機構ボディ側マウント内部接点台座内周部分を 3mm 低くした EFS レンズ対応マウント構造を採用している EFS レンズは EFS レンズテクノロジーを搭載したため EFS レンズ対応カメラにのみ装着可能であるまた EFS レンズ装着可能カメラは EF レンズおよび EF レンズマウント互換レンズの装着も可能である。また、35mm フルサイズ用の大きいクイックリターンミラーを搭載したカメラボディやミラースイングアップ機構を持たない EOS10D 以前の APS-C サイズ機にご装着した際にレンズ後端部の干渉によりレンズやミラーを破損させないようレンズボディ双方のマウント指標を専用の白色。 四角にし、レンズ後方部にはラバーによるストッパーを設けることで、物理的に装着できないようにしている。また共闘には、シルバーのラインを施し、一般の標準レンズと区別している。EF-M レンズは、ミラーレスカメラである EOS-M 用に開発したレンズである。レンズ自体も他のレンズと比べ小さくなっていて、カラーバリエーションも2種類のものもある。 マウントアダプター EF-EOS-M を使用することで、キャノ n EF-M マウントを採用したカメラに EF レンズの装着が可能になる。e f シネマレンズはデジタル映画カメラのシネマ EOS システム向けに開発された動画撮影用レンズ、CN-E レンズとも表記される。4096-2160に対応した高い光学性能をはじめ、 フルマニュアル操作や他社製アクセサリーの装着など映像制作業界のニーズに特化した設計となっている。イメージサークルは製品によって異なり、ズームレンズはスーパー 35mm サイズと APS-C サイズのセンサーのみ対応、単焦点レンズでは 35mm フルサイズのセンサーにも対応する。ズームレンズは EF マウント仕様の製品に加え、 映像制作業界で普及している PL マウント仕様の製品も用意される。EF マウント仕様のレンズは EOS シリーズの一眼レフカメラでも使用可能ではあるもののオートフォーカスや自動絞りには対応しないほか EOSM には装着負荷となっている。EF マウント及び EFS マウントに対応したレンズに利用されている技術を記す。マイクロ USA 無搭載レンズの うち唯一フルタイムマニュアルフォーカスが可能な EF50mmF1.4USM キャノンはカメラ用超音波モータを初めて商品化したメーカーである。キャノンでは超音波モータを略して USM と呼ぶ。初めて USM を採用したレンズは1987年に発売された EF300mmF2.8LUSM であった。 USM を搭載したレンズは高速かつ静かに作動し消費電力も少なくて済む。現在キャノンが採用している USM にはリングタイプ USM とマイクロ USM とナノ USM の3種類がある。リング USM とナノ USM ではフルタイムマニュアルフォーカスが使用できる。これはレンズをオートフォーカスモードからマニュアルフォーカスモードに切り替えることなく マニュアルでのピント調節ができる機構である。また、性能と効率の点でもリングタイプ USM が好まれる。それに対しマイクロ USM は安価なレンズに利用されている。マイクロ USM にフルタイムマニュアルフォーカス機構を組み込むことも可能だが、追加機構が必要であることから、実際にフルタイムマニュアルフォーカスを可能とした製品は2007年現在。 EF50mmF1.4USM の一本のみである。2002年にはさらに小型、軽量化したマイクロ USM2 が EF28 から 105mmF4 から 5.6USM に搭載されている。USM を採用したレンズは共同に金色、または銀色の帯がペイントされていることで識別できる。また付属のレンズキャップにもウルトラソニックの文字が入る。 e f 4 0 m m f 2 8 s t m パンケーキレンズステッピングモータレンズは EOS KISS X6i と同時の2012年6月に発表された。ステッピングモータを使うことで静かでスムーズなオートフォーカスが実現できる。ステッピングモータを採用しているレンズはモデル名に STM が使用される。イメージスタビライザーユニット EF。 S, S レンズ失敗写真の原因の一つ、手ぶれを和らげるために、キャノンは手ぶれ補正機構として、イメージスタビライザーを開発した。これは、ジャイロセンサを用いて、振動を検知し、レンズの一部を動かして、振動を軽減する仕組みである。通常、手ぶれのない写真を撮るためには、目安として、1、焦点距離秒以上のシャッター速度が必要とされている。伊豆を備えたレンズでは、 シャッター速度に換算して2から5段分の補正効果がある。初めてイズを搭載したレンズは1995年発売の EF75 から 300mmF4 から5 6イズ u s m であったが三脚に取り付けて使用するには向いていなかった。しかし1997年3月に発売された EF300mmF4 リットルイズ u s m では パン操作をするときカメラが大きく動くとその方向の手ブレ補正を自動的に無効にするモードが搭載された。さらに1999年に発売されたレンズ群ではイズユニットが三脚を検知できるようになった。EF75 から 300mmF4 から5 6イズ u s m ではイズが作動するまでに約1秒かかり、補正効果がシャッター速度に換算して、 有効範囲が2段分しかなかったが、2001年9月発売の EF70 から 200mmF2.8 リットルイズ、USM では3段分と強化され、手ブレ補正が働くまでの時間も0.5秒に短縮された。さらに2006年11月発売の EF70 から 200mmF4 リットルイズ、USM では4段分に、 2008年4月発売の EF200mmF2 リットルイズ USM では5段分になっている。これらの補正段数の増えた新しいユニットは過去に発売されたイズレンズには移植されていない。2007年9月に発売された EFS18 から 55mmF3.5 から5 6イズと同11月に発売された EFS55 から 250mm F4 から5 6イズでは、バネとコイルを用いた簡素な構造にすることにより、小型、軽量、低コスト化を実現している。補正モード冒頭に記した通り、EF マウントは、オートフォーカス一眼レフカメラ EOS システムのために、開発されたものであるが、日本国外市場向けに EF マウントを採用した、マニュアルフォーカス一眼レフカメラ化の EFM が1991年から、 販売されていた。ありがとうございます。